シャイン F1 サーカス91 205から207枠目はい、黒金さんさん、コメさん、おはようございます。今日も一日よろしくお願いします。黒金さん、ありがとうございます。さあ、今日で6年目が最後ですね。おはようございます。10番国さん、おはようございます。和骨です。おはようございます。バーストさん、サンチさん、おはようございます。よろしくお願いします。和骨です。ヨシベイさん、おはようございます。ラストラン15連勝を出して満喫、今から満喫です。マゼさん、おはようございます。現在ラックスジュニア140ポイントランキングナンバーワン、アットゥーシーズンチャレンジできるアラン・プロソさん、おはようございます。さあ、ネクストはフットワークと契約する予定である。おはようございます。最近刺さらないので吉部さん、ありがとうございます。いや13公平さん、おはようございます。じゃあ、視聴率うなぎ登り。さあ、20周の長丁場ヘイジュニア、グッドモーニング。ヘイジュニア、はい、15個目とおはようございます。脳急大変な画像が、あれ。さあ、ファイナル。子供たちが遊んでて狭い通路でボールの音が響いて、あれなのでヘッドホンをすることにしました。キャージュニア、おはようございます。ルドさん、おはようございます。和骨、ゴザールハウス。落石注意さん、おはようございます。さあ、いよいよオーストラリアグランプリで、15連勝なるか。前代未聞の15連勝、前人未到15連勝、全てワールドグランプリ、この6年目は全て、ほぼ全て、USA 以外が制したジュニア。まあ、USA はね、リタイアだったんで、ほぼというか完璧ですよね。もう完全優勝。いや、ジュニア、イエス。この車のスポンサーはガリガリ君ですよね。ジュニアさん、ジュニア選手チャンピオンを決定しながら来季の契約が決まっていないことを心配する声がありますね。あ、もうね、しかしね、もう決まってるという噂が立ってたんで、フットワークと本気。あ、ワンタさんはですね、きなこのおもちさんがいるです。本気割れではないかという話がね、出てますね。しかしね、ジュニア選手もう優勝金もとっくの昔に決まってるんですけどね、手を抜かない姿勢にね、全世界拍手してますね。これは素晴らしいと、これはスポーツマンシップにのっとってるとね、手を抜かない、最後までね、全力を尽くすということでね、もうね、オーストラリアの国民もね、消化試合だからジュニア手を抜くんじゃないかと、でもジュニアならね、絶対そんなことはないからね。さあ、もうサイン会で、各地でサイン会がね、開催されてますね。イエス、イエス、レッツゴー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 。なお、アンチスレではジュニアの速報では浪人やむなしだよねとの書き込みが。いやイエス。レッツゴーゴーゴー、イエス。高さで言っても16戦ですけどね。イエス、イエス、右、左、右、イエス。さあ、タップ。今日は楽天バッターの命日で、明日はセナの命日になりますね。ああ、ここね、やっぱり4月はね、危ないんですよね。あ、イエス、イエス、イエス、右、左、イエス。さあ、オーストラリアもね、ほぼ完璧にジュニア選手コースを覚えてますよね。
スタッシュ見る限り左右あと右左と左右右左でまた右が来る。ブレイクインありますか？で左3日に予定してますね、おそらく。まあね、クリアできなかった時のことを考えて一番先にやるのがいいでしょう。3日を予定してますね。あらあら、もう一回やったっけ。左ありがとうございます。本日のおたけびをアンチスレでは最終戦こそ刺さり締めしてもらわないとネタのカッコミか、わら。はい、左右と、右はコーナーサインがない。右、あら左左番組楽しみ右ありがとうございます。右でずっとまっすぐここのコーナーで試験が右でちょっと緩めの右すぐコーナーサインがない。左が来る始まらない肺活量チェックにしてね。右左まだね、誰が来てからですからね、ちょうどそれに合わせて3秒左ちょうどフリー走行中に誰かね来てくださった時に肺活量チェックですけども、今日はちょっといらっしゃってないということで肺活量チェックができない。いいです。あら、あ、もう光りません。はい、おはようございます。F1 グランプリ オーストラリア。はい、おはようです。F1 グランプリ in オーストラリア。さあ、43秒。はい、ワッチさん、おはようです。今週の記録は16秒ぐらいでした。16秒くらいはちょっとまずいですね。オーストラリアでも圧勝ですか？オーストラリアでもおそらく連覇かかってますから。だと思いますけどね。しかし慎重にもう最後ですが優秀の美を飾りたいということですよね。 OK 完璧だ。ラストは40秒切ってきた。ジュニアに今シーズンは不調の2文字はないですね。おそらくこう調整しますね。調整を完璧な調整をしてますね、ジュニアね。完璧ですね。はい、いらっしゃい。 F1 グランプリ in オーストラリア。あれ、ピットのレイトンハウスのメカニックジュニアから解放されることに喜びを感じていますね。いやいやいや、ジュニアもう泣いてますよね。今日泣いてます。もうだからオーストラリア今日雨が降るんじゃないかと言われてますけどね、ジュニアと別れの涙雨がね。まあいいでしょう。はい、赤と大本さん、おはようございます。チャナさん、おはようございます。さあ、旧タイヤに変えてジュニア。レイトンハウスラストランの予選です。キャージュニア、オージーフィーフ、オージーフィーフ、オージーフィーフ。
さあ、OG ビーフのオーストラリアンもジュニアを応援しています。ジュニア、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 さあ、完璧だ。ナイスね。おはようございます。はい、おはようございます。 F1 グランプリ in ジュニアオーストラリア。さあ、ダクラップ、ヘイジュニア、イエス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 。あー、しまった。あーと、ジュニアちょっとミスがありましたね。和国です。はい、おはようございます。 F1 グランプリ in オーストラリア。うん、しかし39秒、37秒出せますね、ジュニアなので。今年は外れシーズンだなとの声が多数聞かれます。ノー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 、伝説を見たと、僕たちは伝説の中を生きていると、伝説の時代を生きたんだというね、感謝の声が多数ですね。伝説ありがとう、ジュニア。サンキューレジェンド、サンキューレジェンド、サンキューレジェンド。さあ、もうサンキューレジェンドという声が多数ですね。キャージュニア、サンキューレジェンド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 。38秒、タカさん、トンゴさんが礼です。トンゴさん、タカさん、おはようです。さあ、1、2、3、4、5、6、7、ラッキーセブン、ラッキーセブン、最後ラッキーセブン。さあ、伝説の15連勝、今シーズンは伝説になる。さあ、This season is legend。球界のレジェンド衣笠選手は来てますか？もうレジェンドも衣笠選手も天国から見守ってます。はい、赤戸大門さんが例です。 Hey Jr. インタビュー OK from Japanese television Waika ちゃん。 Oh yes。 Hey Jr. or Leighton House last season、you are legends or do you like legends? Oh yes. Oh, this season legends but no legends、Next year, full champion, okay? Next year, 16 win, USA, Australia, 16 win. Next season, legend. This season is before legend. Yes, okay? Yes. 70個目さん、71個目さん、おはようございます。はい、ね、今年はみんなはね、今年のシーズンをみんなはね、伝説のシーズンだと言うけれどもね、違うんだと。来シーズンこそが伝説なんだと。来シーズンこそが伝説なんだと。来シーズンは USA からオーストラリアまで全て優勝してみせる。16戦全勝優勝。これが来シーズンこそ伝説のシーズン。今シーズンは伝説のプレリュードと言っていいだろうと。伝説のね、もうプレリュード。ね。伝説へのプレリュードと言ってくださいと言ってましたね。Okay, okay. Oh, you are 発売 day, Dragon Quest 3, Dragon Quest 3, you are placed for level? No, my, the spore, ramen to be the spore, I don't like, Gyoretsu, okay.僕はね、並ぶことは好きじゃないんだと。ラーメン屋とかにも並ぶの好きじゃないんでね、僕は並ばないんだと言ってましたね。はい。You are legend of Valkyrie? Oh, yes? Oh, yeah. I like Valkyrie. I love Valkyrie. Oh, yes. Valkyrie の伝説は Valkyrie 大好きだと言ってましたね。You are Honda Prelude? Oh, no Prelude. For Prelude is good car.あ、僕はこれプレリュード乗ってないけども、あ、プレリュードはグッドカーだねと言ってますね。はい、ということです。 Hey Junior good luck。 Oh yes。 さあ、
ジュニア役伝説のプレリュードシーズンラストですね。シーソフトに変えていきましょう。ホンダコーチ、ノアコーチ、さあ行きましょう。イエス、セームハンター。さあラストシーズン伝説のプレリュードラスト、オーストラリアグランプリ今スタート。おっと、いきなりロータス勢が邪魔をする。さあジュニアはしかしこう 慌てませんね。ジュニアね、さすが慌てません。27歳はより早く読んでリタイアする前に、リタイアしないということでね、バックスコーナーを遅く始まりますよ。危ない危ない、ロータス勢が邪魔。デンジゾーン、デンジゾーン、邪魔。あなたは佐々木朗希くんですか。どうも佐々木朗希です。はい、ありがとうございました。今日の登板、頑張ってください。はい、どうも。デレンデンデレデンデレデレデンデゾン。おい、邪魔。ここのコースすごく狭いから刺さりやすいイメージ。ね、で、まあモナコに比べるとね、広いんで、モナコに比べるともうね、いいと言いますね。あなたは佐々木明さんですか。どうも、佐々木明です。はい、あれです。デレンデンデレ、あなたは佐々木和弘さん。どうも、タイマジンです。あなたは笹岡監督、どうも笹岡です。ちょっとロータスに邪魔されてる。デンジゾン、さあ OK、 おーっとっとっと、フェラーリキャー、旦那雑学、旦那接触ですけど旦那大丈夫ですか。キャー、旦那理解してないみたいですね。はい、 OK です。理解はしてないみたいです。キャー、旦那よかった。さあ7番手前にいるのはベルガーか。さあ応援マークでいきましょう。37歳男性の方、僕は37歳、はい、ありがとうです。40歳男性の方、最後まで連勝記録作ってください、ありがとうです。それは15歳の少年の方、15戦全勝優勝、ありがとうございます。はい、ありがとうです。32歳男性の方、早く優勝見たい、はい、ありがとうです。あ、ここは、うん、丁寧ですね、丁寧。あー、丁寧、あー、丁寧、あー、あー、あと、ウィンガーボギーだ。同じクレイトンが。おるから来てませんね、あー。でんでれでんでれでれでんでん。危なかった。ニュータンセール、はい、早く読んで。さあ、やった。ちょっとハプニングがあって、8番手。デンジャゾーン。さあ、ただね、ちょっと危ないですね。あーっと、なーっと、ぶつかってしまった。ちょっと、あうんか、連覇にあうんか。デンジゾーン、おい、ごーん、あー、いった、うわー、ウィングがー、これはジュニア大ハプニング。いやー、これはいけない。まあこれは入るしかないですね。それでタイムが変えるみたいですね、ジュニア。まあそうですね、ここで変えといて後でピットでね、変えなくていいように。さあ翼の折れたエンジェル、さあタイヤもついでに変えておきますね。変えて OK。 さあ出た、入りました。じゃあ15番手、どうかと、どうも古田一郎です。伝説のレジェンド、青いリングは君に、はい、ありがとうございました。四角いジャングル、四角いマットの上でジュニアが大暴れ、はい、ありがとうございます。古田一郎さんでした。デンジャーゾーン、イエス。さあ追い上げなるかジュニア。まあ、こっからね、ジュニアの逆転が見たいという応援ファックス多数届いてますね、多数届いてます。ジュニアの応援ファックスね、45歳の男性の方、ここから追い上げるのがジュニア、はい、15歳の、3年生、僕は中学3年です、ジュニアの勝利を見たいです、はい、ありがとうございます。さあどんどんごぼう抜きで一気に11番手上がってきた。 4人抜いた。サインください。さあ女性の方から見てますね。37歳の男性の方、男性じゃ女性の方ですね、女性と言ってます、はい、私は女性です、はい、ありがとうです。女性も応援してるジュニアです。デンジゾーン、デンジゾーン、
デンジャゾン。おめえだな。さあ、50歳の女性の方からも、ね、ジュニアの女性と言ったのあれが見たいです。優勝が見たいですと。笑。ということでいきます。40秒、11番手、空手、さあ、10番手上がってきた。ジュニアゾーン、ジュニアゾーン入ってきた。教科書乗りたいと言ってます。58歳の教科書検定委員さん、教科書に載せます。はい、あれです。ジュニアが逆転したら教科書に載せるということですね。もちろんです。もう載ってますけども。さらに載せるということですね。ジュニアのほとんどジュニアだらけになるぞ、教科書が。教科書ジュニアだらけ。さあ、教科書ジュニアだらけになるのか。ジュニアのエピソードでいっぱい。OK。さあ、うまく抜き、いや、冷静ですね。冷静な。さあ、負けた。さあ、今日で終わりのお別れ、レイトハウス。レイトハウスお別れだ。お別れのレイトハウス、お邪魔すんな、レイトハウスと言ってます。お別れのレイトハウス、お別れ、お別れを言いに来たとか、ジュニアが終わり変わり、さあ、9番で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 、お別れ9番で、さあ、ジュニアがお別れにやってくる、もうレイトハウスのピット来るね、泣いてますね、ジュニアとお別れということで泣いてます、泣きながらピットをしています、泣きながらピット、泣きながらピットだ、これがジュニアだ。相方の言い別れよ。おいおいセナ、おいセナという声、セナにセナという声。危ない危ない危ない、同活同活同活のレイトハウス。さあ、もう泣いてます。あ、同活で同国ですね、もう同国ですね。むせび泣いてる、むせび泣いてる。同国だ同国だ、これが同国だ。さあ、デンジャザンデンジャザン。さあ、8番手デンジャザン。同国をしている、同国している。みんな泣いてますね。みんな、観客も泣いてますね。ジュニアが、ジュニアさん、レースを見て、泣いて、おいこら、おいこら、セナの声。これ、ベルガンなのか、セナなのか。さあ、さあ、危ない危ない、邪魔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 。でねんてん、さあ、道を譲る、道を譲る、セナに道を譲る。さあ、マクラーレンに負けない、このエンジン。マクラーレンを抜いてきた。いやー、ちょっとマクラーレンがね、負けましたね。マクラーレンのエンジンが負けましたね、今ね。デンジャーゾーン、まさにデンジャーゾーン。ジュニアの企画に負けたのか。ジュニア、これがジュニアの企画、これがジュニアの企画。さあ、もう収穫が出て、5番手、5番手、5番手に上がってきた。5番手に上がってくるジュニア。イエスイエスイエス。一気に15番手から一気に10人ごぼう抜き、10人ごぼう抜き、10人ごぼう抜き。これがジュニアのごぼうだ。さあ、きんぴらごぼう。ジュニアの走りは今日は納豆走行じゃなくてきんぴらごぼう走行だ。きんぴらのように味がある走行している。おいがーフットワーク邪魔だ。ちょっと周回遅れにやられた。金ピラの間違いでは周回遅れこの野郎、周回遅れこの野郎、周回遅れこの野郎出てアルゴレードやられた。しかしまだまだ分かりませんね。オッケー。さあ、3番手3番手3番手上がってきた、上がってきた。これがジュニア。いやー、あそこでね、ウィング壊れてね、よかったですね、結果ね。もうタイヤ変えてますから、タイヤが元気ですよね、まだね。ジュニアのタイヤ元気です。さあ、他がタイヤ交換の中、ジュニアの交換で。OK。周回遅れに気をつけたですね。ウィングが破損していますから。ウィングの破損ですから、ちょっと。おい、こら、おい、こら。周回遅れ、邪魔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 。おい、周回遅れ、邪魔、邪魔、邪魔と言っています。さあ、レイトハウスから邪魔邪魔邪魔と行こい。レイトハウスから邪魔邪魔邪魔と行く。イエス。オッケー。3番手前とはコンマサ、コンマサ、コンマサですが、すぐ前にいますね。デンジザンデンジザン、デンジザンデンジザン、デンジャゾン、デンジャゾン、デンジャゾン。さあ、コンマサなんですけど前向いてきません、まだね。デンジャゾン、デデデデデデ。あー、嘘。うわー、ここでコンマサで、うわー、ちょっとスピード出してみて、ちょっと見えてこなかった、焦りだったんですかね。しかし2番手、2番手、2番手浮上、2番手浮上。ピットに入ったのか、ピット入ったのか。オッケー。上とは5秒差、5秒差、5秒差です、5秒差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 なら、ね、一瞬で追いつきますよ。
キャージュニア5秒差。ああ一気15番手からここでレジェンド、さすがジュニアのレジェンド、レジェンドシーズン、これがジュニアのレジェンドシーズン、僕らのレジェンドジュニア。さあレジェンド15連勝で終わるのか、15連勝で終わるのか、15連勝で終わってしまうのか。ジュニア、いけるいける、ごぼうの、ごぼうの差、 OK。 さあ、あと何周、あと7周、あと7周、3秒3に縮まっている、1秒縮めた、1秒縮めた、3秒79、およそ4秒、およそ4秒、1秒縮めました、さっき5秒差でしたから1秒縮めましたね。さあジュニアの超追い上げ、超追い上げ、これは速い、デンジゾン、デンジゾン。さあしかし周回ぐらいやってきた、おいおいおい、あーとちょっとサンドトラップ、サンドトラップ関係したけど、タイヤ大丈夫か。さあちょっと今周回遅れが、ちょっと周回遅れが邪魔しましたね。おい周回遅れ、水を差すな、水を差すな、フットワーク水を差すな、水を差しやろう、これ水を差しやろう、水差しやろう、鉄拳、鉄拳制裁、ちょっと邪魔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 、あータイヤだ、うわータイヤが、いやータイヤ、これは痛い、ああタイヤが、あータイヤ、さあタイヤが残り何周だ、残り5周くらい、ああちょっと水が出た、前の周回遅れ、どうしよう、争いに巻き込まれた、あー分かった、ピットジュニア交換が、あー一周いけるか、もう一周いけるか、残り何周、残り何周、うわ10秒差になってる、残り5周で10秒差、うわジュニアの練習が破れてしまうのか、うわ残り5周、これはちょっと無理だが、これは無理なのか、いやーくそ、周回遅れ、邪魔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 、デンジさん、デンジゾーン、ここはしかし残り5周でいくしかないですね、ピットに行くしかない、ピット開いた、これしょうがないですね、早く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 、ジュニアは冷静でしたけどね、さあジュニアは冷静に待ってました、信じて待ってると、ピットクルーを信じて待ってると、ピットクルーのリーダーがね、オラーという声しましたけども、ジュニアは冷静だと、焦らなくていいと、焦らなくていい、ジュニアは、ジュニアはさすがジュニアですね、普通ならね焦ってね怒鳴るとこですけども、怒鳴りませんよねジュニアは ね、 ね、もう冷静だと、焦らなくていいんだと、冷静にやってくれると、リーダーあの、ね、パワハラを やめると、ねリーダー、落ち着くんだと、ピットクルーは頑張ってるからね、落ち着くんだと、さすがね、ジュニアですね、ピットクルーをなだめましたね、ピットクルーをなだめたリーダー、いやピットクルーをなだめたジュニア、さあ逆転、2番手9秒差、9秒差、いけるいける、残り3周で9秒、残り3周で9秒、普通は絶望的な状況ですけどもね、いやジュニアなら逆転できるというね、応援ファンがさせてきますね、10歳の、集中の少年、ジュニアなら逆転できるよ、はい、ありがとうございます、15歳の男性の方、僕もね、逆転します、14歳の女性の方、絶対に逆転できるよ、ジュニア9秒なんて変のカッパよ、38歳の男性の方、変のカッパ、変のカッパ、クソくらい、9秒差なんてクソくらいだ、あなたマンジュアルですか、はい、どうもありがとうございます、あれ、おい邪魔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 、さあ邪魔邪魔邪魔という声、オッケー、さあ9秒差から何秒差だ、11秒差、11秒広がっている、広がっている、周回遅れが邪魔邪魔邪魔、絶望的なのか、絶望的なのか、ジュニアの連覇が途切れてしまうのか、ジュニアの途切れてしまうのか、ジュニアの連覇途切れてしまうのか、いや途切れない、途切れさせない、途切れちゃダメだ、途切れてはいけない、途切れてはいけない、途切れて、おい途切れるんだよ、途切れんだよ、すごい、さあこのままで途切れてしまう、何が何でもジュニアを勝たせない熱意を感じ
もうめちゃくちゃだよ。うわー、ここでぶち当たった。しかし誰かピット入れ、1ピット入れ、念奥でピットに入って、ワイドラップ2番手11秒差変わらず、11秒差なんと負けてしまうのか。ジュニアが最後と最後で負けてしまうのか、最後で負けてしまうのか、最後で負けてしまう。うわー、周回遅れの、このシーズンは後に記録抹消でなかったことになるよ。いやー、いや、まだ分かりませんよ。まだゴールじゃない、生徒ゴールじゃない。レイト、お前チームメイトだろ、ね、チームメイトだろ。あー、セナが破った、ジュニアを破ったのはセナだった、ジュニアを破ったのはセナだった、ジュニア破れる。止まってしまった、ジュニアを止めたのはセナ、ジュニアのライバルセナが。いやー、ちょっと前半のあれが響きましたね。残念、ファンラグターン、ノー。いやー、ジュニア悔しそうな表情ですね。セナガッツポーズ。しかし堂々たる146ポイント、すさまじい点差をつけました。102ポイント差ですよ。史上最大の差をつきました。いやー、もうフットワークで決まってた。いやー。さあ、コングラチュレーション、前戦勝用紙、ラックスジュニアがワールドチャンピオンに決定。今年もジュニア、ブッシュって書いてある、ブッシュジュニア、イエス。凄まじいチャンピオン、熱き戦いを繰り広げてきたドライバーの面々、またネクストスイープも彼らとのバトルが繰り広げられるであろう。パチパチパチ、ありがとうございます。さあ、今シーズンの F1 サーカスはこれで幕が下ろされ、コンストラクターは新型のマスク開発に専念する。ありがとうございます。リアルに下がるな。いやー、もうね、もうジュニアを一目みたいに。さあ、なお契約がまとまらなかった模様。フットワークに来ました。いや、フットワークと決まりました。さあ、フットワークがジュニアのためにニューエンジンを開発し来ました、アローズ。さあ、7年目のシーズン、いきなり USA。 さあ、今年が伝説のシーズンになるとはっきりジュニア言ってましたね。伝説のシーズンになるジュニア、伝説のシーズンになるジュニア、イエス。さあ、伝説のシーズンになる。キャー、白いマシン。さあ、白いマシンに乗り込んだジュニア。昨年度は勝てなかったこの USA グランプリ、昨年度これで勝ってればね、もう16戦全然優勝も狙いますからね。もう USA で勝てばもう全然優勝が見えてくるということで、もう今まで勝ってないこのUSA グランプリで、マユミヤさん、ジュニア選手シーズン直前まで契約が決まらずやきもきしましたが、開幕直前にフットワークと1年契約に決まりました。そうですね、もう最初から決まってたんじゃないかとね、言われてましたね。もう他のチームがね、土下座して頼んでもね、断られてましたから、おそらくもうね、決まってたんじゃないかと。水面下でこういうやり方はね、フットワークさん良くないよと、フットワークさんにね、他のチームからね、苦情が来てましたね。もうね、ただね、ジュニアとしてはね、もうね、ジュニア代理人は、フットワークは一番最初に誠意を見せたんだと、一番最初に誠意を見せたのは、フットワークだから、ちょっとね、
最後のまでね黙っててもうそれは申し訳ないだ、それは申し訳ないけれども、最後まで、黙っていたのは申し訳ないけどもね、一番先に誠意を見てたんだと、だから、許してほしいと言いましたね。はい、さあ新しく白いマシンジュニアにふさわしい真っ白な心を持つジュニアにふさわしいこの白いボディ、白いボディに身を包んだジュニア、真っ白真っ白い心で、F1 界で一番真っ白い心って言いますからね。 OK、 あんまスピード出ませんね。スピード出ないからまあ USA も走りやすいような、真っ白な心、真っ黒な腹、左左右左右左、 OK、ジュニアの心は伝説のアンドレア、もうだ今年がジュニアいわく伝説のシーズンになりますから、今年いわく、今年いわくじゃないや、ジュニアいわく今年が伝説のシーズンですよ。今年が伝説のシーズンになります。今年が伝説のシーズンになる。伝説の始め、始まりをこれは見逃すわけにはいきませんね。もう伝説の始まりを見逃すわけにはいかないんで、 USA にはねもう世界中から人が集まってますね。 USA に集合だと、伝説の始まりを見るんだと、伝説の始まりを見る、レジェンドイルビギン、レジェンドイルビギン、レジェンドイルビギン、君は伝説の目撃者となる。キャージュニア伝説目撃させて、さあ伝説をみんな見たいと、はいレジェンド、ライジレジェンド、レジェンド、オーケー、レジェンド、レジェンド、38秒レジェンド、右左左左、すぐに右が来る、左左と思い、遅い、走らないのさ、左6レースで放り投げたボルチェンジンで勝つことはできるのか、この戦役でフットワークって終えた関係者に嫌われてますよね。右、いやいやいや、ジュニアね、とにかくどのチームでもいいんだと、F1 走るのはどのチームでもいいんだ、ね、僕は F1 が好きなんだと言ってますね。だからね、もう勝ってないチームにねで走ることを至上の喜びとしますよね。至上の喜び、アウス、オーケー、モーストバリアブルプレイヤージュニア、ラリー、大橋オーナーもよく言い訳ありを拾ったようなとは、いや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 、左左右、アウス、あそこまでちょっと早かったらダメだね。右左ジャンプ、右左左右、イエスイエス、大橋オーナー本当はアグリが良かったんだけど、契約が勝てなく、アグリでは勝てなかったと、アグリでは勝てないと、電気ゲートに、文句を言うから勝てないんだと、ジュニアならね文句言わずに走ってくれるからいいんだと言いましたね。イエス、おはようございます、ツーナさん、おはようです。文句を言わず、うん、もうジュニアはもうね黙々と走る男ですからね。さあ行きますよ、伝説のシーズン、皆さん目撃がね、目撃者となりますよ、伝説のランナンバーワン in USA、 伝説の目撃者となるのか、キャー予選から伝説の目撃、さあレジェンドの始まりだ、予選ジュニ
ニアが出ました。キャージュニア USA 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 伝説のサイン会となるか。さあ USA、 しかし勝ってないジュニアですけど、ここまでね6年間勝ってないジュニアですけども、期待はどうでしょう。あのアメリカの現地の人、はいどうもアメリカの現地の人です。はい、ジュニアはね絶対に勝ってくれる、今まで勝ってないところですけども、ノーノー、ここまで、今年こそ絶対に勝つとジュニアは約束してくれたんだ。まあ手術中の僕の息子の息子は手術をするけども、絶対に勝つと言ってくれたジュニアは絶対に勝つんだと、手術する少年のためにも絶対に勝つんだと言ってましたね。はい、というわけでね、もう現地の人は絶対勝つと、ここまでね鬼門の USA グランプリで言われてますけどもね。さあどうでしょう、あとちょっと遅れた。息子を手術って下ネタやめてください。ああ。ノーシモネタ。アメリカには伝説のドライバーいるけど、普段はマンションで戦ってる。オッケー。伝説 is coming。伝説 is coming。40秒。まあ40秒切りますよね、ジュニアならね。38秒出したいところ。息子を2つ目の男にするんですね。息子をね、ワンランク上にアップする。レディゴー、レディゴー。息子の手術に寄付してるんですよね。イエス、恵まれない子にね、いつも寄付してますね、ジュニアはね。だから上のクリニックが新スポンサーに笑って。30秒、イエスイエス、カモンベイビーアメリカン、ジュニアが聞いたの逃げろ、イエスゴー。さあ、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、セクス、セブン、エッド、ナイン、テン、さあ高須クリニックか。ジュニア、テンバンテ。さあ、前には中島さん、中島さんと一緒にね今シーズン伝説を作ろうと中島さんが言ってますね。ドロジーさんが例です。ドロジーさんが例です。さあ20周の長丁、あ18周の長丁場、天候はファイン、もう晴れ晴れとしてます。ヘイジュニア、フットワーク、移籍、トレードおめでとう、You are a free agent、You are a ワイカちゃんです。インタビュー OKOK. From Japanese television, Kuji television. Oh, yes. Hey, Junior, you are legend begin. You are a sport USA. You are no win. Retire. One season retire. Two season retire. Three season retire. You are four season retire. Five season retire. All retire. You are retire is USA king. You are... Win? No legends? You are no legends? No, no. But, oh, you are Waika-chan. また嘘ついてる。You are tell a lie. Tell a lie. Lie, 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 you are. 嘘つき、Waika-chan. All retire. No, no, no. One season? Two. Number two. Oh, sorry. You are two. One times two. All retire. 嘘です。I say, pole, US Grand Prix, win, this season legend, yes. はい、すいません、私の情報ね、嘘だった。ノーリタイア、全部ね、リタイア したんじゃないかと言ったらね、いや、違うんだと。2位があると、と。1年目は2位だったと言ってましたね。というわけで、絶対に、今年は絶対に USA 来ると言ってますね。はい。You are Demon Lord, USA? No Demon Lord. Demon Lord,No, Dreaming Road, Dreaming Road, Win Road, Yes. 鬼門じゃないのかと。鬼門の USA グランプリ、じゃないのかと言って、No, No だと、もうね、夢の駆け足がもうここにね、見えてると。トンネルの出口が見えてると言ってますね。You are トンネルの出口、Light? Oh, Yes. You are トンネルの出口、枕? No, 枕。Yes. はい、トンネルの出口に光があると言ってますね。さあチェックチェック、オッケー、フットワーク、ポルセ V12 エンジンが吠える。 You are 吠える？ Oh yes。 さあ USA グランプリフットワークになったジュニア、
チームメイトのアルボレートとカフィーと一緒に、今年は挑んでいきます。さあもうねチームメイトもね交流を深めてますね。一緒にもうねすぐにね、もう交流を深めましたね。もう仲良くなってますね。はい、またねアルボレートもフェラーリのドライバーに返り咲きたいと言ってますね。はい、カフィはポルシェが大好きだと、ポルシェエンジンを得たんでねもう嬉しいと言ってますね。はい、イタリア人コンビとは深い溝が。ノイタリア、もうジュニアはイタリアは第二の母国と常々言ってますから、もうイタリアで、あ、3人ともイタリア語で会話してますね。おう、おいやす、おいやす、おう、おかぽぽぽ、おけ、おでてぽえでも、おう、ジヨジヨ、おう、やすぽかよ、ぶちゃらて、おう、あ、おでばばでぽえでんて、おけ、おけ、あ、アルベンティ、あ、アルデンテ、アルデンテ、エセボ、おう、あ、イエシェポレ、あ、ザドン、カルボナール、おけ、エセボ、エデポレスティティ、ポアタポ、パピー。はい、今ね、3人がイタリア語でね、今シーズン頑張ろうぜと。ね、今シーズン頑張ろうと、ジュニアが来たからフットワークもね、でもチャンピオン狙えるなと、ね、一緒に頑張りたいと、ジュニアをバックアップ、全力でバックアップするとね、アルボレートとカフィーがね、言ってました。はい、はい、218個目されて、チャオ。さあ、行きましょう。イタリア語で3人がね、元気よく今、パスタの話だったような。行きました。どんなパスタが好きなのかいって言ってましたね。さあ、USA グランプリ、7年目の開幕戦です。スタート。今開幕しました USA グランプリ、ジュニアの鬼門の USA グランプリ。早く応援ファックス読んで、27歳超える。はい、ちょっと早すぎです。さあ1周目から刺さってたまるかという声。おっとっと、 OKOK、 1周目のハプニングはなんとか抜けました。しっかりと来ましたね。おいおいという声、後ろからおいという声がしました。ミナルディをちょっとミナルディから同活を来ました。ジュニア、しかしジュニア冷静ですね。同活には乗らないぞと、同活には乗らないんだと、ジュニアは同活には効果なしですね。ジュニアは冷静です。さあ11番手からここから追い上げる、いいタイムですね。まずはハプニングに巻き込まれないことですね、1周目はね。 OK、 イエス。さあ今年こそジュニアの USA での優勝が見たいというね、50歳の男性の方からの応援ファックスが来ています。37歳の男性の方もね、やはりね USA のグランプリ優勝見たいと言いますね。邪魔邪魔邪魔、あーそう、うわー、もう邪魔邪魔に引っ張られた。さあ13番手にちょっと落ちてしまいましたが、やはり USA 鬼門なのか。アンチスレではアグリナイスブロックと称賛の声が、わら、アグリだったのか。 OK、 イエス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 、あそこだけよしですね。おいおいという声。さあレイトンハウス、サムシーズンのレイトンハウスがジュニア挨拶しましたね。さあサムシーズンまでの相当冗談が起きて、おらおらおらという声とともにレイトンハウスが、レイトンハウスはねちょっとですサウンドトラップに引っかかりましたね。サウンドトラップ、サウンドトラップに引っかかったレイトンハウス、レイトンハウスはちょっとサウンドトラップですね。頭抱えました、レイトンハウスのオーナーが、レイトンハウスのオーナーが、おお、サウンドトラップ、ジュニアなら引っかからなかったのにと言ってましたね。 OK、 地元さんからはジュニア40秒、13番手4秒だ、13番手で4秒差だったら厳しいが、後ろとは10秒差。さあちょっとハプニングでね遅れましたから、だいぶトップとはどれだけ差がついてるんですかね。
まあ、かなり差がついてますね。はい、イエスイエス、さあベースラップ3秒差にしまった。1周で1台抜けばまだ追いきます。1周で1台抜けばまだ追いつけるぞ。ジュニア、まだ諦めない。ジュニア、伝説は今から始まる。伝説の始まりを目撃したい。ああ、伝説危ねえ、伝説危ねえという声、危なかった。伝説が危なかった。今伝説が今ね目撃されようと、伝説が行方不明になるのか。このまま伝説、さあ伝説の目撃者となりたい。さあ一気に9番で9番で9番でジュニア伝説。ノー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 ダメージノーダメージノーダメージ。オーケー。ああうそ、ああ伝説終了。伝説降臨、伝説見ました、やったぜ。はい、あとの青い顔の相当さんからです。ようそろさん、おはようございます。伝説終了。あらま、なんてこった。アンチスレが久々の刺さりにサーバー落ちしてますね、わらわら。恒例の伝説のアメリカリタイア、わら、伝説になってしまった。ジュニアはアメリカでは勝てない。伝説を打ち立てるのか。これはレジェンド、わらわら。うわー、ああ9位リタイア、11位14位2位。うわー、2位以降勝ってないな。でも2位は勝ってないですけど、初年の2位取ってね、もう USA は間違いなく勝てると言ってたんですけども、うわー、なぜか鬼門だな USA。 アンチスレでもレジェンドジュニア、鬼門と煽る書き込みが、の鬼門。さあ、まあ気を取り直して15戦全勝優勝、昨年度できなかったね、15戦全勝優勝を狙うと言ってましたね。ここが本当の伝説の始まりだと。ここが伝説の本当の始まり、トゥルースターズ、伝説の始まり。さあ15戦全勝を狙います。ここから何の伝説になるのか。もう15戦全勝優勝ですよね。昨年度できませんでしたから、最後オーストラリアがね2位でしたから、1戦で負けての全勝ですね。もう15戦全勝優勝ですね。三中右折からの、あんまり伝説っぽくないですね、わら。いやいや、もう伝説待ったなしですよ。まあ、ユミヤさん、ジュニア選手フットワークでの初戦はテスト不足もあったせいか残念なリタイアになってしまった。そうですね、ちょっとマシンとのね一体感がなかったんですかね。これからねフットワークのメカニックスタッフね、大急ぎでジュニア仕様に、ジュニアの、ね、走りね、ちょっとマシンが、ね、悲鳴を上げてましたね。ジュニアの走りにマシンがついていけなかったという原因ですね。はちょっと範囲です。範囲と言ってましたね。イエス。まあしかし昨年度はもう15戦全勝。あ、14戦、ここから14連勝しましたジュニア。いや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 、マシンは精密機ですから、ジュニアも雑なドライビングに耐えられる。ノー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 、ジュニアも丁寧なドライビングですから。ジュニアイズ丁寧、オッケー、イエス。
左、右、すぐ左、すぐ左、右のあとすぐ左よ、右、2段階、はい、すぐ左、2段階ですぐ左、1、2、3、左、右、はい、オッケー、左、右、すぐ左が来る、はい、すぐ左が来る、右、あー、すぐこれ2段階で、左、で、左3段階、1、2、3で、すぐ右が来る、オッケー、右、で、レッド、レッドがあったら右になって、オッケー、左、左、右、オッケー、右、レッド、はい、で、ラストコーナー、オッケー、左、右の後すぐ左、右の後すぐ左、オッケー、右、あーちょ、右に何回忘れる、右に何回、オッケー、オッケー、左、左、左、右、右、レッド、右、左、左、右、右、右、レッド、左、ハイペースではすべて忘れて連続リタイアでいいのよ、たまらない、ノー、オッケー、よし、左、右、左、右、左、右に段階から左、1、2、左、オッケー、左3段階から右、1、2、3、右、はい、ちょっと右、右備えてね、左、すぐ右、はい、左、左、右、はい、右、右、レッド、左、はい、ファイナルコーナー、 OK、 さあ、押さえ、ラストは、左、右、すぐ左、 OK、 右2段階、左、左、オッケー、左3段階、右、1、2、3、いや、そこ右よ、右ちょっとそこ緩めないと、右、オッケー、レッドコーナーからの右、はい、左、左、右、左、右、右、レッドからの左で、ラスト左コーナー、もう一回いとこう、もう一回、もう一回綺麗に走っていこう、オッケー、はい、レフト、はい、レフト、これは2戦目も右、左、右、左、右2段階、左、2段階、左、オッケー、左3段階、右、1、2、3、右、オッケー、で、右、左、右、はい、左、左、右、右、はい、右、左、右、左、ラスト、左、オッケー、よいしょ、納得の表情、ジュニア、さあ、伝説が今から始まります。レッツゴーゴーゴー、プラゼル、アミーゴ、アミーゴ、プラゼル、プラゼル、プラゼル、さあ、ブラジルからの大声援、もう今やね、人気はセナをしのぎますからね、セナをしのぐジュニア、セナをしのいでいるジュニアの人気、イエス、イエス、
タートクラップ。イエスイエス。オーケーオーケー、イエス。イエスイエスイエス。あ、完璧だ。うん、32秒。イエス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 。ちょっとダメだ。イエス。Yes. Yes. はみ出た分ちょっと遅れたか。1, 2, 3, 4, 5, Junior. さあ、1, 2, 3, 4, 5, Junior. さあ、伝説始まるのか。ブラジルからの伝説。フットワークで5番手ですからね、もうびっくりですよ。カフィーもアルボレートもびっくりします。おい、このポルシェのエンジンでどうやったら5番手取れるんだいと。君は魔法でも使ったのかい。君は魔法使いだねと言いますね。Hey, it's OK Jr. My name is Waika-chan from Japanese Kuji Television. It's OK? Oh, yes. ポルシェのエンジニアもびっくり。You are 5番手。You are magician? Do you, you are magician? No, no, no. Okay. Porsche with travel and matching spec or powerful engine, limit over limit. Yes, pole pole. Okay. Oh. もうね、ポルシェのね、エンジンの限界性能を引き出したんだと。僕が走ると限界性能を引き出せるんだよね。限界性能引き出せれたら5番まではね、まだ4番までいけたかなと言ってますね。ポールはちょっと無理だろうけども、4番手まではいけたと言ってますね。はい。You are Brazil Grand Prix legend or you are no legend? USA Grand Prix, you are retired. This year, no legend. Oh, oh, 残念です。Oh, no, 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 no. No legend, わら。This year, legend?Last year, Australia number two, or second, second. This year, 15. Next year, 16. Okay. Eight season challenge. Seven season legend. Eight season は、stomach game. Okay. No stomach game. はい。じゃあですね、今年8年、このね、挑戦、F1 ドライバーへの挑戦は8年できるんだと。8年できるから。今年、もし伝説を達成してしまったら、16戦全勝の優勝を達成してしまったら、8年目が消化シールになってしまうと。8年目はもう燃え尽き弟子シールになってるんで、8年目が全く意味がない消化シールになってしまうんでね、それではね、ダメなんだと。だから、あえて昨年度は14戦優勝、今年がだから15戦優勝、そしてストマックって消化を表現したかったのか、来シーズンが16戦全勝優勝、それでレジェンドでエンディングだと言ってますね。ハッピーエンディングということで、14、15、16度段階を追って優勝回数を伸ばすということで、消化を表現してたんですね、ストマックで。普通に全勝はダメなんだと、それでは伝説じゃないんだと。14、15、16とこう段階的に来るのがまさにレジェンドの証なんだと言いますね。Oh, yes ということですね。ジュニア、OK? Oh, yes。その通りだと。ワイカちゃんの役はね、完璧だと言いました。意味がわからない。わら。さあ、というわけで、ここからが伝説の第1話。ここからですから、今年が15戦、
16戦31連勝で終わるということですね。31連勝達成なるのか、それがここから始まる31連勝。さあ行きましょう。ここから負けなしのジュニアが始まってしまうんだ。意味はわからんが、ファンは刺さるのを期待。行きましょう。伝説の始まるがブラジルから。伝説の始まりはブラジルから。ブラジルグランプリ今スタート。伝説が今始まった。さあ伝説の邪魔をするものは全て投げ倒すと言っている。あとベテトン同士、ベテトン同士、おいベテトン同士、ベテトン同士と言ってます。ベテトン OK。さあベネトンを軽々クリア、オッケー。ランバダブラザーズも地元ですから燃えてます。ランバダブラザーズもおいこらおいこらというセナの声。あーとセナが、あベルガーですかね今ね、同活したんでちょっとベルガーが同活のため、ちょっとスピンしましたね。同活でちょっとね気が取られましたね。ジュニアの伝説早く見たい。27歳がいる。はい、ありがとうございます。35歳の男性方もね、ここからが本番ですよね。ジュニアここからが本番ですよねと言います。40歳の主婦の方、私も、頑張ってます。はい、ありがとうございます。53歳の男性の方も、ここから伝説じゃと言ってます。おいこらおいこらというロータスの声。さあここから伝説です。伝説の始まり。オッケー。ジュニア・イン・レジェンド・カミン・バック。暗記するではサンパウロでセナ撃墜とか、5歳の集中の少年、僕は5歳です。はい、ありがとうございます。手術はします。はい、ありがとうございます。早く手術したい。ありがとうございます。でん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 。さあスリップスリップ、ノースリップ、デンジャーゾーン、イエス。完璧コースを覚えてる。ブラジルの申し子、ブラジルの申し子ジュニア。1,2,3,OK! おいえす。あ、うそ！ワードジュニアスピン、なぜスピンした？なぜスピンしたんだ？ちょっと何かハプニングがありましたかね？なんかスピンしましたね。ちょっとはみ出てましたね、今。5歳ってまだなかなか文字書けませんよね。いやー、綺麗な字でしたね、5歳に。あー、ちょっと、大ハプニング、またしても、うい。いや、リタイアがありました。我々、誰がリタイアですか？レイトハウスです。なんかレイトハウスっぽかった。ありがとうございます。なんかレイトハウスがリタイアということですね。何があったのかレイトハウス。なりすましの可能性が。今、親御さんが書いてるかもしれませんけどもね、字はね、綺麗な字でしたね。5歳と思えない字でした。さあ、ちょっとジュニアハプニングで、ちょっと、まあ、ここはね、いいハンデと思いましょう。いいハンデ。いいハンデ。さあ、ジュニアへのハンデ。さあ、まあ、マンちゃんオーバー。 OK。 さあ4番手前とは1秒差。デンジドン、デンジドン。 OK。 おっとマンちゃんが追い上げてきた。マンちゃん出す原人が違うのか。マンちゃんがすぐに追い上げてきた。マンちゃんレジェンズ、マンちゃんもジュニアのレジェンドを見たいと言ってます。ただ負けたがね、早々レジェンドは作らせないといけますね。ワンちゃんもレジェンドは作らせないといけます。さあパトレーゼだ、パトレーゼも抜いた。オッケーオッケー、ごぼう抜き、ごぼう抜き。さあ前にすぐ前に、前にセナがいるか、セナか。さあ前は誰なんだ、前は誰なんだ、一体前は誰なんだ。前誰ですか、ワイカちゃん。前誰でしょう。はい、ありがとうございました。クイズです。前誰でしょう。いや、わかりません。さあ、前は誰なんだ。わらわら。前、まだ見えない。さあ、見えないんだ。フェラーリでした、フェラーリでした。旦那でした。いや、プロスモーじゃないですか。プロスモーがポジション良かったような気がする。キャー、旦那。
さあトップに立ったジュニア、さすがブラジルの申し子、ブラジルの申し子。もうセナはね、アイルトンの名はね、ジュニアに譲ってもいいと言いましたね。アイルトンジュニアでいいと、もうね。ということはもうアイルトンジュニアということですか。もうアイルトンジュニアでいいと言ってましたね。セナはね、僕で勝つのはね、ジュニアだと、ジュニアしかいないんだと言ってましたね。アイルトンジュニアだ、君はアイルトンジュニアだと。さあジュニアがアイルトンセナになった、ジュニアがこれをアイルトンセナならばアイルトンジュニアになってしまったのか。オッケー、アイルトンジュニア、キャージュニア、オッケー、周回遅れに気をつけて。さあ28歳の男性の方、28歳のファックス読んでください。はい、ありがとうございます。それから26歳の女性の方、26歳の女性って全然レアよね。はい、あれレアキャラですね。はい、24歳の男性方、早く24歳を読んで。はい、17歳の男子高校生、17歳の男子高校生を全然読んでくれません。はい、読みます。はい、あれです。さあ、いろんな方からの応援ファクトが届いています。OK。31歳の女性のファックスで読んだ？読んでませんね。今読みました。32歳の男性の方からも応援ファクトが届いております。いろんな方からもうジュニアの伝説見たいと、ジュニアの伝説見たい見たい、あ、歌が流れますね。ジュニアの伝説見たい見たい見たい、ジュニアの伝説見たい、ほらジュニアが見たい、ゴーゴー。なんとジュニアの、ね、ためにね、応援ソングをブラジルの人がわざわざね作ってもらいますね。ブラジルの人が日本語でわざわざね。さあアイルトン、あなたはアイルトンタカさんですか。どうもアイルトンタカです。はい、ありがとうございました。アイルトンタカも応援します。アイルトンタカ、お願いします。オッケー。さあロータス、おいロータス、おいロータスと、ロータスのマシンからすごい怒号が聞こえてくる。ロータスのね、ちょっとね、ロータスさんのね、ちょっといけませんね、今のね、どなることはね。はい、ジュニアは冷静に、その怒号の隣を抜いてきました。手負けだもんね、笑。さあ、オッケー、カピラデンデンゾーン。さあ周回遅れに気をつけて、イエス、周回遅れに気をつけろ、イエス。さあまたしても出てきた、おい周回遅れ、周回遅れという声。さあロータスが周回、自分が周回遅れなんだと、周回遅れ気をつけろと言ってます。OK、 独走状態。やはりブラジルはジュニアのためにあるのか、ブラジルはジュニアのレースなのか。もうまあブラジルはね、第二の僕ですからね、ジュニアのね。さあもうブラジルにはジュニアの銅像があると言ってます。 OK、 あなたは笹岡監督ですか。どうも笹岡です。あの佐々木慎也さん、どうも佐々木慎也、天国から。はい、あれです、昨日は佐々木の天国からです。はい、あれです。それからあの佐々木朗希君、そのロッキー君、今日も完全試合です。はい、あれです、もうジュニアも完全試合見たい、ジュニアも完全試合、もうジュニアはね、朗希君より先に完全試合を、やると思ってたら、朗希君の方がね、先に完全試合やりましたね、びっくりしました。はい、ありがとうございます。さあピットに入ってる感じ、ジュニアあと何周、残り6周です。さあ2位との差が気になるところ、2位との差はどうなんだ。まだ2位はゴールしてない。さあまだ2位との差が何秒差になってるんだ。まだ2位来ませんね、2位がまだ来ません、2位がまだ来ない、まだ2位来ない、今来た、24秒、これは余裕のピットができます、余裕のピットができる。ヘイジュニア、ピット OK。 さあピットサインが出ました、フットワークにピットサイン、余裕のピットサイン、お茶とお茶菓子を用意して おいてくれと。さあ煽られてピットに見えましたね、賢明ですね。うん、ああうまい。さあジュニア余裕のティータイムでピットアウト、灰皿交換しときますね。さあ灰皿、すいません灰皿、ジュニアいる禁煙。さあ周回が迫ってくる。さあ2位とは13秒差、2位とは13秒差、10秒かかったのか、イエス。
ドン。ワイパーにワイパーつけませんか？あ、ノーワイパー、ノーワイパー、オッケー。無線、申し訳ないが、なんとか閉まっていなかったようだ、入ってくれ。ノー。ワン、なんと自分で閉める、閉める、閉める、オッケー。デンジゾーン。デンジゾーン。さあ、残り4周。ジュニア、ぶち切り。ぶち切り、ジュニア。さあ、2位だ、11秒差、11秒差、なんか、ちょっと後ろで、マクローレン、ほら、マクローレン、マクローレン、マクローレンと言ってます。背中、マクローレンと言ってます。しかし、独走するジュニアまさかの悲劇だ。ノー悲劇、ノー悲劇。悲劇ないですよね、45歳の男性の方、悲劇ありません。はい、ありがとうございます。8歳の小学生の方、僕は8歳です。8歳のファックス、初登場。はい、ありがとうございます。さあ、残り3周。27歳を得る。最近よ、私のファックス読んだ？読みました。たくさん読んでます。初登場アピール、笑。さあ、いろんな方からのファックスが。まさか、あんな事故が起きるとは。20歳の男性の方、私は入れ歯を探しています。はい、ありがとうございます。いけ、今ここで謎のエンジンブロー。ノーエンジンブロー。ポルシェエンジンを限界まで引き出している。ポルシェエンジン限界。さあ、アルボレイト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 に挨拶しましたね。アルボレイト、オッケー。残り2周。電気系統に低ローダーの特徴あるなら、はい、カズミさんです。今、伝説の始まりです。伝説が今、現実になる。伝説が目撃されている。皆さんは伝説を目の当たりにしています。これが伝説の走り、伝説の走り、レジェンドラン。おっとおっとおっと、レジェンドラン。イエス。あそこなんかリタイア多いですね。何台リタイアですか、わやかちゃん。4、5台リタイアしてるんじゃないですか。さあ、ファイナルラップ、伝説の序章、ファイナルラップ。さあ、フットワークで移籍して初勝利。これが伝説の31連勝の始まり、31連勝の始まり。さあ、その1個目。あなたはささみさんですか。どうも、ささみです。美味しいです。ささみ販売業者の、どうですか。どうも、肉屋です。やっぱりね、ささみが一番売れてますよね。ささみ美味しいです。ありがとうございました。ハラミちゃんならね、ささみちゃん、オッケー。独走です。パチパチパチ、はいです。さあ、伝説の始まりにピケ、パトレーゼ、アレジ、ボレーのプロスート、あれです、あれです。ありがとうございます。40秒66、ベストラップ更新はならず。今回の撃墜数1。さあ、チェッカー振られました。フットワークチームとしてグランプリ初制覇、グランプリ初制覇。フットワーク、やはりジュニアが来たからね、もう連勝間違いなし。さあ、もうね、ピケを視界に捉えました。はい、というわけで、ちょっとね、伝説やり直したいぐらいですけどもね、まあまあ、ジュニアは8年目は必ず伝説を達成してくれるでしょう。はい、今週は連勝が止まってしまいましたけどね、オーストラリア2位だったんでね、はい、ちょっとここは残念でしたけども、まあ、オセロにならなくてよかったですね。9番手だったらオセロに、ね、なっちゃいますからね、全部9になっちゃいますからね。はい、完全と輝く14連勝、14連勝、14連勝。あ、 USA のね、ちょっと USA だけちょっともう一回やり直したいぐらいですけどね、はい。そしてここから15連勝、そして来シーズンも16連勝で31連勝が、森さんが一番さん、おはようございます。今
今週は伝説の始まりとなるブラジルグランプリからスタートしました。ブラジルグランプリ優勝、そしてここから、8年目16年ということでね、31連勝と言ってます。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。ビシェニック F1 ザ気が早いと言います。ビシェニック F1 ザクス91は毎週土曜日やってます。はい、オットオットでした。オツでした。はい、オツでした。はい、オツでした。バックアップ OK。 オツでした。オツジュニア See you ジュニア See you next week。 はい、また next week。 オツでした。今後は球場でお会いいたしましょう。オツはい、オツオツ。